うちのね、事務所の社長さんがね、ともり先生、なんかの誰かと話してる時に、そのともり先生の意図が何かって言ったらね、ともりはね、自分のことバカだと思ってると。だから、ものすごく勉強するんですと。それがいいとこですって言ってたので、ね、まさに、そうだね。そうね、ま、何も間違ってないと思う。皆さん、こんにちは。こんにちは。ボストンの佐藤洋平です。いよいよ、最終回。最終回ともり先生。はい。はい。最終回なのに、はい、まだ大学も卒業してないね、はい、話で。話が長くなって。いいんです、いいんです。ものすごくね、意外なね、話が聞けて、僕はものすごく面白いんですけど、その大学をね、まあ、卒業されて、で、それで、最初は内科医として。はい、内科してました。ね、働くわけじゃないですか。うんうん、で、なんで、その、医師になってから、そのミスコンっていうんですか？そうそうそう。あれ、どういうことなんですか、実際は。なんか、はい、本当にさっき話した通り、はい、私、もう地味な大学生活で、もともと学校とお家の往復しかしてなくって、うん、そしたら、私、東京に住んでたんですけど、姉、北海道の大学を卒業して、東京で研修をするって言ったんで、うん、姉と研修の時には暮らすことになったんですよ。そうで、姉が北海道から来て、うん、で2人で暮らして、姉はその昔からなんかもうファッションとかもすごく好きだし、うん、もうずっとなんかコンサバな人で、雑誌も大好きだったの、うん、で当時ミスっていう雑誌があって、うん、でお姉ちゃんがいつもこういう雑誌にたまに医学部とか医師とか乗るけど、これどうやって乗るんだろうねみたいな、うん、ああなるほど、いやどうやって乗るんだろうね、この人たちはどこでスカウトとかあるんだろうねみたいな話をしてたら、たまたまその雑誌にミスからミス日本をみたいな、そミスっていう雑誌からミス日本を出しますみたいな、うん、だから応募してくださいみたいな感じがあって、うん、これに応募すれば、うん、この雑誌に出れるんじゃないっていう話になって発想が発想がすごいのそしてで、うちのお姉ちゃんがじゃあ自分がってなったんですけど、うん、その応募が25歳までだと、あるあるでしょ、はい、で私3月30日生まれだから、うん、ギリギリ1月にそのミスコンの大会があるから、一応それまでは25歳なわけよ、で嘘じゃないよねってなって、姉がじゃあ、あなたちゃんこれに出て、あなたちゃんがやったら、あそのお姉ちゃんとして2人で出れるかもしれないからこれに出ろって言われて、勝手に写真撮られて、私研修医だったからめっちゃ忙しかったんだけど、写真だけ撮られて姉が全部送って、何する場所かもよくわからないまま、なんか言われるがままに、あこれをやれあれをやれって言われて、その場に立ってみたいな感じ。だ本人的にはじゃあもうなん撮ろうと思って撮ったっていうよりかは、なんか撮れちゃったみたいな感じだよね。だって休むじゃない、月曜日だった、あそう確か月曜日だ、毎月な、毎年のあれが、でだから一回大学休まなきゃいけないから、そのチームの人にだけ、本当に申し訳ないんですけどって言って、こういうのに出るから、でも本当に何もただ一瞬で終わるんで、すいませんってだけ言って、もう先輩からまたみたいな話で、だからもう終わって何を取る予定でもなく、次の日から普通にまた研修に戻る予定だったのが、だからスポニチなんだよね、あれ、なんか協賛が、だからスポツニチにドンって乗っちゃったの。そしたらあれ、ってなって、そこからね、急にから、また昔のともりワールドが出てきたわけですね。そう、そしたらやっぱり人生、なんか人って肩書きがつくと、昨日までの私と今日の私、何にも変わらないのに、急にみんながともり先生っていう、これ本当面白いの。今まで本当研修医として友達だった人だったり、先輩も別に飲みに行こうとか、合コン開いてとか言われたことなかったのに、急によ、本当に急にチヤホヤが始まったの。でそこから、まあでも大学の規定上、まあ、テレビとかに出るっていうのはあんまりしちゃいけない、いい感じだったので、そこからは そのすぐにテレビに出るっていうことじゃなく、研修はつつがなくというか普通に終わったんですけど、その間やっぱりオファーが来るじゃないですか、その間も全部、あちょっと大学なんでって言って、雑誌とかはちょろちょろは出るようにしてたけど、まあ、研修医の期間はほとんど全くメディアには出なかった。まあでもね、それでミス日本もらって、春で研修医が終わるわけじゃないですか。でも皮膚科なんですよね。そうなので、その研修やってる間に、やっぱりでもマスコミってすごいなっていうのは、私糖尿病センターというところに一番最初入局して、でその時になんか
ミノモンタさんの思いっきりテレビとかやってた、はいはいはい、そしたらなんか血糖値下げるにはここだよとか、うん、なんか毎日なんかそういう、うん、今ねないそういうのがあって、はい、そしたら次の外来に来たらみんなココア飲んでますとか、うん、あったの。で私が口を酸っぱくいつも、ね、言っても誰も聞いてくれないのに、うん、あミノモンタさんが言ったらこんなに影響力があるんだって思って、うん、そう思ってた時に、うん、でもやっぱり全然こう直してくれないけど、うん、やっぱり水本さんが行ったりとか、うん、あとだからあテレビってすごいなっていうのと、あとこう皮膚あの糖尿病の人って皮膚の症状出ることも結構多くて、うん、でそういう時だけやっぱ見た目がちょっと嫌だったり痒かったりするからか、うん、その時だけ一生懸命やるから、うん、あ見た目って人間大事、自分もほら、ね、見た目があれだった時にはなったし、うん、こう急にミス日本になったらチヤホヤされたりとか、うん、あ見た目で人ってこんなにも変わるんだなと思うから、うん、見た目から入るなんかこう健康もありだなって思ってた時に、ちょうど皮膚科に今本当に勤めてるクリニック院長なんだけど、うん、その先生と仲良くなって、うん、君は美容をやった方が、うん、美容とか皮膚科をやって、はい、そこからアンチエイジングとか内科をやったら絶対いいと思うよってアドバイスをいただいて、うん、あじゃあまたこんなことは本当は絶対やっちゃダメなんだけど、うん、また皮膚科の教授にトントンって言ってすいませんトモリですみたいな皮膚科教えていただいて、今内科にいるんですけど、うん、ちょっと研修終わったら皮膚科に行かせていただいてもよろしいですかっていう、なんかもう得意だねそれ本当にすぐにお願いしに行く、うん、そしたらもう教授もえってなったけど、うん、いや面白いねって言ってくれて、うん、じゃあ特別じゃないけどじゃあいいよって言ってくれて、うん、皮膚科に転科させてもらって、うん、皮膚科を学んでそして今っていう、なかなかねまたなんかもうずっとなんだろうなこうお願いする人生で、お願い人生でも結果出すからすごいね、お願いしちゃったら結果出さないといけないっていう、うん、だから自分へのこうプレッシャーもかかるし、うん、あと本当に無知、まあね、知らないからできた、うん、でもそれさほらうちのね事務所の社長さんがね、うん、ともり先生、なんかの誰かと話してる時に、うん、そのともり先生の意図が何かって言ったらね、ともりはね、自分のことバカだと思ってると。うん。だからものすごく勉強するんですと。それがいいとこですって言ってたので、まさに、そうだね。そうね、うん。何も間違ってないと思う。だからそれがあるから、うん、でもそれがあるからかわかんないけど、皆さん知ってるかわかんないんですけど、うん、ほら、化粧品とかね、子供のためのベビースキンやったりとかさ、あとはなんか食材も作ったりとかもすごいじゃない、うんうん、その実業家っていうんですか、実業家わかりませんけど、そういうところまでそのぐいぐいこう、うん、行きまくるじゃん、いろんなことを、うんうんうん、それはどういうところのこうから入ってくるの、なんだろう、やっぱりそのやりたいと思って一応探すの、だからさっきの社長が言ったことあたりで、うん、もう私自分のこと天才とか頭いいって一回も思ったことなくて、うん、何も知らない無知だからこそ調べてみようとか、うんうん、誰かに聞いてプロに聞いてみようとか、うん、その何かこう調べてみようとかっていっぱいやって、うん、で結局あないじゃん、じゃあどうしよう、うん、じゃあ自分でやるか、うん、みたいな感じだったりとか、うん、あとやっぱりプロと話をしたら、うん、じゃあ面白いから一緒にやらないとか、うん、やっぱりそういう風にもう本当にもうご縁だったりとか、うん、そういう、まあ、ないからやるかっていう感じだったりとか、うん、もうなんだろうな、必要だなと思ったから、うん、もう分かりやすく言うと、だからさ、まあ出会ってからか知らないけど、うん、僕はねすっごい明るい印象しかないし、そう、ね、だから、まあ、多分そのなやろうっていうのもあるけどさ、うん、多分僕と出会ってすぐぐらいの時に、うん、ほらクリスマスかなんかにさ、なんかさ今の当時でね、そう幸せに、ね、結婚がね2回もできちゃ う素晴らしい、ね、今まだね1回も行けたのに、僕はまだ2回も行く先輩ですけど、1回目の時にね、まあまあまあ、いろいろねありましたけど、離婚届出すのがクリスマス、クリスマスだったね、なぜだかやっぱ沖縄にほら戸籍を移さなきゃいけないから、うんうん、それがねちょうどねその当時私が離婚届出す時が、うん、クリスマスイブか金曜日だったか、うん、金曜日だったか、その日に出せば、うん、年を越さずに2010年中に終わるんだ、うん、だったっていうのでちょっと急いでた、行ったら、うん、みんな並んでるのよ、うん、そうなの、うん、そしたらやっぱみんな結婚届け、ああそれ確かにクリスマスイブだもん、並んでるのよ、そうなんだよ、だからでもさ、あの時もさ、明るくさ、離婚したよとか言ってたじゃない。だから、で、今は、なんと、お子さん3人もいてさ。ね、急によね、そのね、クリスマスに。そうそうそう。あれよあれよと、子供、お子さん産んでね。で、まあ、素敵な旦那さんもね、はい、いて、はい。で、すごい体絞ってるじゃない。
なんかどこ目指してんの今何を目指してんの今これから分かんないよ。なんかどこ、なんか今までは沖縄に行きます、うん、医者になります、うん、幸せに暮らしましたとさ、うん、が私の、うん、なんていうの、目標だったの、うん、でも幸せに暮らしましたとさの次のが、うん、分かる、うん、ね、ないけど、でもすごい絞ってんじゃん最近みんなにね、絞った絞ったって言われるんだけど、うん、もう子育て前やってみて、まあ大変だから。もちろんそれは分かるんですよ。でも忙しくて体力も奪われてるはずなのにジム行って絞ったりしてるから。あ、でもやっぱりね、体力勝負なのよ、うん、もうだから若いうちに子供産んだ方がいいっていうのはこういうことだなと思って、うん、ああなるほどね。そう、だから、まあ、もちろん私みたいにキャリアを積んである程度やってからでも全然いいんだけど、うん、まあやっぱり体力とか体の衰えって絶対もう無理だから、うん、だからこそ体を鍛えようと思ったの。無理が効かないんだもん、だってすごいね。朝起きてだるいっていうシーンを見て、うん、わかるって。ああ、ね、年よ。ああ、そうでしょ。でもやっぱり体を鍛えて、やっぱり調子良くなりました？良くなりますね。やっぱ、なんだろうな、こう、体力勝負だから、うん、もう、公園行っても走って、わーって捕まえなきゃいけなかったりするから、やっぱそれはもうね、健康が大切です。この年になると健康よ。まあもちろん。でも、いろんな商品もね、うん、健康にこだわった商品をね、別に売り込みじゃないですけど、本当に夢中に愛用させていただいてね、本当にもう素晴らしい商品を売って。はい、ちょっとね、びっくりなことに、時間が足りないですね、うん、今回。時間が足りないから、ね、今度はちょっと私のチャンネルで、もちろん、それもね、ぜひ、ちょっと、はい、ぜひぜひやらせていただきたいので。お願いしたいんですけど、はい、また僕の方のこのコメント欄にもね、はい、質問とかね、いろいろあれば、もう、掘ったらいろいろ出てきますから、こちらの方は。はい、なので、ぜひ。実はね、同じ事務所だし。そうですね、はい、まあ。あれも誕生日も一日違う、そうということでね、そういうことで、でもね、大体忘れてるんですよ、僕の誕生日って。そうなの。まあそんな感じなんですけど、また引き続き、はい、よろしくお願いします。それでは、ラ